遅刻遅刻。休憩終わり。いや、いいぜ。相手になってやる。黙れ。押させろ。決める。
休憩終わり。
休憩終わり。まだまだ。じゃあ選手クーダンケット、こらクーダンケット決める。いくぞ、マジ止め、遅い、取りゃぶっ飛べ、ちょろい、効かないぜ、はい、もう決める、よくたまれ、クーダンいっけ、ふっと、いっ、まだまだ、見ないで、もう立てないよ、ちくしょう、まだ修行が足りないか。でも私の成長を止められない、修行の成果だ、これで分かった。お姉ちゃん、私にも勝てないのに指針に勝てると思ってるの？ランカちゃん、やっぱり強いね。今のランカちゃんは私なんかよりずっと強いよ。そのランカちゃんが言うんだから、きっと、ううん、間違いなく私は獅子の先生たちに勝てないのかもしれない。じゃあ島を出ることを諦めてくれるよね？この島でみんなで一緒に暮らすって約束してくれるよね？ごめんランカちゃん、それだけは諦めきれない。負けたって構わない、勝つまで挑むだけのことだよ。私は先生たちと戦って勝ってビクニを出るの。島を出てもう一度会いたい人たちに会う、ランカちゃんと一緒にね。私は絶対に諦めない。お姉ちゃん聞いて、ランカちゃん、指針の力で私たちの時間を止めて治療法が見つかるまで待つっていうビクニの考えは正しいと思う。そうすることで私たちはいろいろなことから守られる。ううん、こうしている今も私たちは理事長先生や先生たち、この島全部に守られている。バカな私だってそれくらいは分かってるよ。でもね、治療法がいつ見つかるかなんて誰にもわからないんだよ。何年後、何十年後、何百年後かもしれない。私たちはそれでもいいよ。でも他の人たちは、治療法が見つかった時にはもう誰もいなくなっているかもしれない。私たちの大好きな人たちがみんないなくなってるんだよ。ランカちゃんはそれでもいいの？会いたくても会えないんだよ。今会わなきゃもう二度と会えないんだよ。お父さんやお母さんにも。ランカちゃんは本当にそれでもいいの？お姉ちゃんの言いたいことはわかる、とってもよくわかる。でもそれでも私はあの人たちを許すことはできないんだ。ランカちゃん、私はお姉ちゃんさえ無事ならそれでいい。他の人のことなんてどうでも。ランカちゃんの分からず屋、分からず屋はお姉ちゃんだ。私にも勝てないくせに指針に勝てるわけなんかない。どうしても指針と戦いたかったら勝手にすればいい。もう